どうも、全力投資です。10月18日水曜日、本日も資産公開やっていきたいと思います。ということで、まず本日の日本株の振り返りからやっていくんですけれども、今日はもうなんやねんっていうような一日の値動きだったかなと思います。 日本株先にお話ししますが、今日は値上がり幅で1.96円ということで、プラス0.01%上昇とはなっているんですけれども、もうほぼ値動きなしですね。一応冷やしとしては陽線になっていて、昨日よりも若干高いような水準ではあるんですけれども、まあ値動きがなしということで、この日経平均の値動きだけを見ると、今日もうなくてよかったんじゃないのみたいな、そんな一日の値動きだったかなと思います。 一中の値動きを見ていきますが、10月18日は昨日よりも若干高いところから始まって、前場は昨日の終値を超えられないというような、そんな値動きだったんですけれども、5場ですね、じりじりと値を上げていきまして、引け間際では割とプラスにはなっていたんですけれども、大引けでドドッと売られまして、結局のところを先ほどもお話しした通り、プラス1.96円の上昇となっています。そんなところで本日の終値、32,042円となっています。 プラスになっただけ、まあまあ良かったかなというところではあるんですけれども、このあたりの値動きなしっていうところを見てると、やっぱり日本株方向感がないなといったところです。 次にトピックスを見ていきますが、トピックスも昨日よりも高いところから始まって、前場に関しては昨日の終わり値を割り込んだ水準で値動きをしていたんですけれども、5場、日経平均同様にトピックスもじりじりと上値を追っていきまして、トピックスに関してはプラス3.26ポイント、上昇率で0.14%上昇、終わり値で2295ポイントとなっています。 なので、日経平均同様にトピックスも今日は小動きというところで、方向感のない一日だったかなと思うんですけれども、指数自体はこんな感じなんですけれども、中身を見ていくとね、今日は結構いいね動きしてるところ多かったんですよ。 当初全体で見れば、大体65%ぐらいの銘柄が値上がりをしていましたので65、65%値上がりっていうと、本来であればもう少し値上がりしてもいいかなというような相場の雰囲気ではあるんですけれども、相対的に大型株が弱かったので、指数としてはこんな感じの値動きだったのかなと思います。 そんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券に保有している金融資産額、10月18日は昨日に比べて129,512 12円増えていまして、資産合計額で2,8639,907円となっています。 なので今日指数は小動きだったんですけれども私の日本株のポートフォリオ結構しっかり値上がりしてたんですよねさっき見た感じだと私の日本株のポートフォリオは今日プラス0.82%上昇ということで保有している日本株全体で20万円ほど値上がりをしていましたので日本株の主な指数と違って私のポートフォリオは今日は比較的しっかりとした1日の値動きだったかなと思います はい。ということで、個別の値動き見ていきますが、コムシスとか積水大団、このあたりは建設とか設備関連ですけれども、積水ハウスだけ今日値下がりしていますね。値動きまちまちといったところかなと思います。JC リクルートメント、最近値動き弱いんですけれども、今日も若干値下がりになっています。 そこからは割と強くて、アルトナーとかワールドホールディングスとかエレマテックとか、このあたりしっかり値上がりをしているんですけれども、やっぱり今日の主役も東京エレクトロンデバイスですね。今日一日で東京エレクトロンデバイスがだいたい8%ぐらい値上がりしていたかなと思うんですけれども、先週末に中間期の業績の情報修正を発表していまして、引き続き東京エレクトロンデバイスは買われてきています。 はい。ということになりますので、今日東京エレクトロンデバイスだけで私300株保有してますので、10万円ぐらいこの1銘柄で値上がりしてるんですよね。ということになりますので、東京エレクトロンデバイスは含み益で100万円を超えてきています。 で、不動産セクターですけれども、ヒューリックビル、このあたり強いですね。で、クラレは今日は値下がりしているんですけれども、SRA ホールディングス値上がりしていて、で、その下、化学セクターですけれども、電化とか三菱ケミカル、タキロン CI、このあたりは若干弱い値動きですね。クラレも売られていますので、今日は化学セクター弱かったのかなと思います。 はい。で、グロース銘柄は割と売られてきているところ多いんですけれども、今日は J タワー値動きなしですね。で、アルプス技研、山田コンサルティンググループ、この辺りも弱いんですけれども、今日原油関連でイデミ値下がりしています。あと製造業も値動きまちまちで、日本電気ガラスとか東海カーボンとか日本特殊陶業とか、この辺りも割とまちまちといった動きかなと思います。日本製鉄に関しては大きく上昇してますね。 はい。で、SWCC は値下がりしているんですけれども、ARE ホールディングスが値上がりしているということで、ここ最近山の工業が結構強いんですよね。うん。で、次んはホールディングスもしっかりしていて、DMG 森世紀今日は値下がりしてますね。ここ最近 DMG 森世紀の値、ね、動きがパッとしないんですけれども、業績はそこまで悪くないんでね。 もうそろそろ下値を買ってくるような動きがあってもいいのかなとは思うんですけれども、なかなかこの値下がりの中で反発していく気配が見られないかなと思います。で、次にベルシステム24強いですね。で、あと小松弱いんですけれども、iPhone 今日はしっかり値上がりになってます。Copro 最近めっちゃ強いですね。プラス4円ですね。 コプロは高値取ってきてるんじゃないですかね。で、椅子図が値、ね、動きなしで、白道は強いですねで。あと東京精密も今日しっかりとした値、ね、動きになっていまして、キャノンも割と値、ね、上がりしているんですけれども、今日半導体関連強かったのかなと思います。 あと、クレステック、タカランドカンパニー、このあたり強くて、ローランドもしっかりとした買いが入ってきています。バルカーも強いですね。で、勝者ですけれども、結構ね、動きまちまちでして、伊藤忠が値下がりしているんですけれども、金松も値下がりしているんですけれども、東京産業と稲畑産業に関しては値上がりしてますね。 大きめの商社が売られていて、専門商社とか、割と規模の小さな商社っていうのが買われてきてるのかなといったところですね。で、伊藤チェネックスは今日しっかりした値動きになってます。で、次に金融セクターなんですけれども、今日金融セクター結構強かったですね。三菱 UFJ フィナンシャルグループも強いですし、オリックスとか野村とか、あと東京会場保険も強いですね。NEC キャピタルソリューションも結構しっかりした値動きになってます。 で、また不動産セクターですけれども、イオンモール統制。このあたりは値動きまちまちですね。で、スカパーが700円台に株価戻してきています。 あと、NTT が今日子会社で個人情報の流出があったよっていうところでニュースになっていたんですけれども、そういった影響かもしれないんですけれども、今日 NTT は売られてます。一方でソフトバンク買われてますね。はい。で、電源開発が弱くて、アイネット1年この辺りも弱いんですけれども、クレオはしっかりした値動き。で、日本株全体的に買われてきているんですけれども、ヤマダホールディングスに関しては今日値下がりですね。 ということで、割と値動きとしては買われたところが多かったかなという印象ではあるんですけれども、私のポートフォリオを見ても、ざっと6割から7割ぐらいの銘柄が買われてきているのかなといったところです。やっぱり東京エレクトロンデバイスめちゃくちゃ強いですね。次2分割ぐらいまたしてもいいんじゃないかなっていうような、そのぐらいの価格までまた株価が上がってきています。 はい。まあそんな感じで割と買われた銘柄多かったかなというところではありますが、本日私の楽天証券の資産額28639,907円ということで、昨日に比べてプラス129,512 12円ですね。しっかりとした値動きで指数にもかなりアウトパフォームしてましたので、このあたりは良かったかなと思います。 次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、こちらが10月18日収容時点で3224万6585円となっています。3200万円台しっかりキープしていますね。昨日に比べてプラス20万円ほど総資産としても増えていますので、このあたりはまあ順調といったところかなと思います。 はい。そんな感じで、本日私の日本株のポートフォリオ、全体的には20万円ぐらい資産額としては増えていたんですけれども、楽天証券に保有している資産額としてはプラス13万円ほどになっていまして、日本株が20万円ぐらい増えて、資産の全体の金額としては13万円ぐらいしか増えてないということですので、7万円ぐらいどっかで損が出てるということになるんですけれども、今日はこの7万円の損失についてお話をしていきたいと思います。 はい。ということで、本日何があったのかっていうのを少しお話ししていくんですけれども、今日投資信託で保有していた資産をだたい200万円ほど 売却したんですね。で、その投資信託っていうのが、私楽天証券を使っていまして、その中でラクラップという商品を使っていたんですけれども、だいたい4年間ぐらいですかね、このラクラップに毎月3万円ずつを積み立てていまして、ラクラップに保有している資産合計額で確か240万円ぐらいあったかなと思うんですけれども、今日こちらのラクラップを全額解約しました。 で、ラクラップに保有していた資産で、だいたい含み益が35万円から40万円ほど出ていましたので、その利益を確定して税金が7万円ほど持っていかれましたので、日本株が20万円ほど値上がりしていたんですけれども、7万円の税金を持っていかれて差し引きでたい13万円ぐらい、楽天証券の資産残高が増えていたと。まあ、このようなわけになりますので、7万円の損失っていうのが税金ですね。 はい。税金がもう重すぎるっていう感じではあるんですけれども、まあそんな感じで今日は私の資産の一部を税金で持っていかれたという状況になってます。で、ラクラップは使ってる方あんまり多くないかなと思うんですけれども、後輩投,下部投資をしながらラクラップをしていまして、で、実際にこの AI 運用みたいなロボアドバイザーってどうなんだろうというところで4年ほどずっと積み立てをしていたんですけれども、結論から言うと、ロボアドバイザー、私の中では結構 こうくそでした。はい。で、何がダメだったのかっていうのをお話ししていこうかなと思うんですけれども、私はラクラップで一番リスクを取っていくような、そういうコースでずっと積み立てをしていたので、基本的には保有している資産の内訳として、大体アメリカ株とか先進国の外国株っていうのが、 50%ぐらいラクラップの中で占めていたかなと思いまして、で、残り30%ぐらいが日本株。で、残りの分が大体外国債券と日本国債っていうような内訳だったかなと思うんですけれども、ここ最近アメリカ株っていうのが割と株価も難聴ですので、今年に入ってからは日本株の方が割とパフォーマンスいいんですよね。で、このロバードバイザーっていうのは多分過去の実績からどういう資産の配分にするかっていうのを決めているんだろうなとは思うんですけれども、 今年の相場に関しては、そういった過去の傾向っていうのが全く通じないと。これまではアメリカの S&P500 とか、ニューヨークダウとか、そういった株式指数っていうのが、世界の株式市場っていうのを牽引してたんですけれども、今年に限っては日本株やたら強いぞということで、このラクラップの運用状況っていうのがそこまで良くなかったんですよね。 はい。で、そんな中で、まあまあ、それぐらいだったらね、いいかなっていうところではあるんですけれども、私、積み立 NISA もしていまして、このラクラップと積み立 NISA、で、あともう一つ、積み立 NISA では買えないような投資信託っていうのを楽天証券の中で買っているんですけれども、投資信託だけでだいたい毎月7万円ぐらいをずっと購入していたんですけれども、サラリーマンで手取り30万円で、後輩投,下部投資をしながら、毎月7万円の投資信託を買っていくっていうのは、やっぱり結構資金力いるんですよね。 で、毎月7万円もぶっちゃけ投資信託買ってられんっていうところもあるんですけれども、今年に入ってからは日本株の方が相対的にパフォーマンスが良くって、ラクラップの運用状況もあまりよろしくないと。で、そんな中でラクラップっていうのは管理手数料がどんどんと取られていきますので、しっかりと楽天証券に手数料を払っていくということになりますので、正直ラクラップのメリットってないよねというのが、今回ラクラップをすべて解約した理由になります。 で、この先長期で積み立てをしていけば、またラクラップの成績っていうのがどんどん上がってくる可能性もあるかなとは思うんですけれども、私気づいたのが、やっぱり投資信託での資産運用っていうのが向いてないというところで、 基本的には高配当株をメインに普段は投資をしていますので、私の中のベンチマークっていうのは年間で配当金どのぐらいもらえるのかっていうのが一番重要になってくるんですけれども、このラクラップっていうのは特に配当金をもらえるわけでもなくて、資産運用の成績としてもそこまで良くなくって、かつ手数料もまあまあ高いということで、ラクラップに毎月3万円とかの積み立てをするんであれば、その資金を高配当株に振り向けた方が、私の投資に対する満足度っていうのは上がってくるんです。 来るんじゃなないいかなというとうころで、今回ラクラットを全額解約したとというところになりますララクラットを解約したことで、現金が240万円ぐらいできたんですけれども、こちらがね、今後はまた新たに買い余力ということで、後輩等株買っていけるかなというところではあるんですけれども、このタイミングでこのラクラットを全部解約したっていうのは一つ理由がありまして、今年年末まで買っていくぞっていうことですね。 で、10月もしかしたら日本株は会話になるかもしれないということで、ここから日本株中間決算が控えているんですけれども、その中で業績の情報修正をしてきたりとか、配当金の引き上げをしてくる企業っていうのも結構出てくるんじゃないかなと思っていますので、そういったところをアグレッシブに買っていきたいというところで、今手元に現金が欲しかったので、ラクラップはずっと前から解約しようとは思っていたんですけれども、今回このタイミングで解約したといったところです。 はい。なので、今手元に240万円ほど現金の回遊力ができましたので、この資金を年末に向けていい銘柄が出てきたらどんどん買っていくというところで、明日以降はまた10月に買いたい銘柄っていうのを探していこうかなと思うんですけれども、年末まではとにかくマジで買うんで、そのあたりはまた追加した銘柄っていうのがあったら、つどつど報告していきたいと思います。以上。